はい、皆さんこんにちは。最近ペルソナのショート動画を上げ始めた達也です。再生リストペルソナ5ショートという再生リストを作ったので、よかったらね、皆さんガンガン回してくださいということで、ちょっと前回というか、生配信で、メメントスの各ミッションを、クリアしました。6つぐらいかな。来てくださった方ありがとうございました。じゃあ今日はね、パレス、進んでいきたいなと思います。うん、めっちゃやったねシャドウ6体倒しました。 OK。 ただいまー。あ、帰り道気づいたか。四茶の猫たちが帰ってきたな。それと猫の飼い主たちが話してるの聞いたんだが、愛の警察に自首するらしいぞ。罪を償ったら捨て猫のためにボランティアを始めるんだそうだ。それは応援したいね。ああ、我が輩もそう思う。覚えちゃいないだろうけど、そのうち顔を出してやるとするか。約束しちまったもんな。ああ、ちゃんとミッションの内容がここで出てくるんだね。あ、三島だああ、それもこの迷惑老人も、うん、ミッションやりましたね。何のことかわからない方は生配信ぜひ見てください、ハーモニー横丁、息子さんと一緒に謝罪して回ってるんだって。平身低頭で同じ人間とは思えないってさ。うん、改心したな。見事にね、今回もお疲れ様。家族についてユースケが気にしてたけど、無事に和解できたみたいだな。我が輩もちょっと嬉しいぞ。なるほどね、こうやってちゃんとミッションクリアすると、まあ、こちらの世界でも、まあ、もちろん影響があるんだね。うん、じゃあ今日はどうしよっかな。まあメメントス帰りなので特に何もできないんですけど、そうだな、あ、キーピックちょっと作っとこうか。よーし。うん。いくつか使ったかな。まあ、5つあるから十分だろうって思われるかもしれないですけど、やっぱね、8つ以上ないと安心できないね。はい。お、5つ作れた。10個持ってる。もう当分いらねえな。いいぞ。よし、じゃあ今回はルート確保ぐらいまでマジで行きてえなと思ったけど、日曜日か。さてと、いや、テレビショッピングはいいんだけど、日曜日はね、あんまりやりたくないんよね、正直言うと。なぜかというと、日曜の夜にね、ダメトラさんに会わないといけないので。でもそうすると日曜、今日やめたあと5日か。まあいけるっちゃいけるか。連続であと行けばいいだけだもんな。じゃあ今日はせっかくの日曜日だし。お前マジで毎週日曜日いるな。世間では怪盗団とやらかけ話題だって。ああ、なんか、あ、これは聞いたことないかな。心理の目、心の鍛錬のようなものと考えればいい。盗賊は義賊と犯罪者に分かれる。義賊は支配者に抵抗するが、怪盗団はどうだ。単に個人を攻撃してるだけじゃないか。つまり怪盗団はただの犯罪者に過ぎない。よく覚えておきたまえ。次のターゲットこいつです。あの、思念です、完全に。はい。大物とかどうでもいいです。こいつをなんとかします。じゃあちょっと出かけてくるわ。よし。あ、猫がいる。ああ、相変わらず威嚇してんな。あ、そういえばコメントで教えていただいたんですけど、リサイクルショップに、あ、そうそう、レトロゲームセット、うん、これ欲しい。これでゲームが遊べるようになると。よし。じゃあ、夜まで特にやることもねえし、タイちゃんと話すか。うん、目の前で LINE 返そう。あれから副作用出てない？倒れてたりしない？念のため体調チェックしたいんだけど、ちょうど他の患者もいないし、診療所まで来れない？あ、来てます、目の前です。はい、すぐに行きましょうっていうか、いるんだけどね待ってるって、目の前にいるのに LINE 返すな。本を読むのにおすすめの目がなりませんか？あ、いつものやつね。はい、治験したいです。たまには外でデータを取りたいところね。広々とした公園とか、
それってデートでは？あ、人気のないところの方がいいか、今度探しておこうかな。じゃあ検査しようか。あ、まだ深まりそうではないんだ。まあ付き合っとくか。あ、井の頭公園知ってる、誘ってみよう。ふーん、確かにいいかもしれない。少し遠いけど行ってみようか。これは完全にデートですね。高校生と女医のいけない恋。完全に忘れてたけど、そういえばこの人パンクファッションの好きな人だった。ここなら問題ない。これだけの条件下なら実施要件を一部変更した事件にも対応できる。自然環境の変化という不確定要素に対する反応も見られそうね。それじゃあ始めましょうか。今日のメニューは実に協力的で有料な検体ね。だから名前とかで呼んでくれないから助かるわ。じゃあ脱いで行けよ。とんでもないこと言い出したなこいつ。冗談、びっくりした。今日は対象実験。欲しいのは投薬してないあなたのデータ。物事には必ず比較対象が必要になるの。今日はそのデータを徹底的に集めるわ。検証データが多いほど助かるの。大事なものなんだから手は抜かないように。じゃあ軽く走ってきて。5キロくらい。簡単に言うなこの女は。今度は本当よ。この関係じゃない。ちょっと下の文字読んじゃった。この格好で走るの5キロ、まあまあ苦行よ。なんで俺たまの日曜日にパンクファッションの女と走ってんだろう。ただいま。帰ったか。で、あ、三島もいるんだ。あ、しかもダメトラさんやっぱり予想通り来てるな。向かうか。あー、新宿に占い師もいる。うわー、今日忙しいな。けどごめん、俺は貴重な日曜の夜におっさんと過ごす予定があるんだ。で、日曜日は忘れず青汁を飲まないとね。はい、青汁ください。どれにします？青汁です。高えな。てか5000円の青汁って何？経験値アップするからいいけどさ。おー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 、いいのいっぷり。さあ今日何があった？度胸上がれ、度胸。お、あ、やった。度胸が上がった、とうとう筋金入りだ、やった。てか度胸をさ評価するステータスが筋金入りっていうなんか表現おかしくない？何、どういうこと？筋金入りの中はバカとかよく使うけどさ、度胸で使うんだ。よっしゃー、じゃあ気持ちよくダメトラさんに会いに行くか。お、と TikTok のアカウント作った？俺は作ったぜ、 TikTok のアカウント。え、俺の TikTok のアカウントがどういうものかって？詳しくはチャンネルの概要ページのところに TikTok のリンク貼ってるさ、そこを見てくれればいいのさ。という CM を挟みつつ、どう、新曲できた？たかりにカツアゲ、シビワのワールドも誰も信用できる世の中だけど、希望を見失わないように魂を込めて歌います。聞いてくれ、破滅のララバイ。汚れた札束の中で堕天使たちが踊る夜、イカれたパーティーへようそろベイビー。金にまみれた強欲ライト、利子は投じてお金はないと、ご利用は計画的に。いやー、100万リツイートいくなこれ。 Thank you so much。 俺のライブどうだったかな？修行し直せ。今が修行の時だべや。見てろ、俺はロックの星になる。そろそろ青森に帰った方がいいんだろうな、こいつも。じゃあ、あ、てか宝くじそろそろじゃね。お、どう、お、お、300円。なかなか10万円当たんねえな。まあ一度当たってるからな。お、サマーマンモス宝くじ。いらっしゃいませ。あ、ちょっと5000円っていつもより高いな。いつもは3000円だからな。ということで、今日も目の前でチャット返すか。松下議員から会食の誘い。へえ、君も誘ってくれ。俺も？それは今すぐ行くよ。うん、目の前だけど。渋谷のホテルだ。今地図送るから来てくれ。いやいやいや、目の前にいるんだから一緒に行こうぜ。渋谷のホテルね、昔鴨志田倒した時に行った立食パーティーのところかなと思ったら、まさしくそこだった。
倉本の親父入院してばかりらしい。次の選挙は出ないようだ。そうか。あたえは孫に継がせるつもりらしい。うちの塔にいる。ああ、あの聡明そうなお坊ちゃま。自分にはもう雲の上の話だ。よしだ。どうした君、育ち盛りなんだからどんどん食べないと。今日揃ってきてもらったのは聞きたいことがあったからでね。怪盗団のことどう思う？まさかこのコープで怪盗団の名前が出るとはな。聞いたことはあるよな。泥棒を名乗ってる連中が民衆の人気者。若者の生の意見を聞きたい。君は支持派？否定派？支持派です。発想が柔軟だな君は。政治を志す者は大概彼らをやっかんでるけどね。なるほどね。ちなみにお前は怪盗団どう思う？改心の手段はどうあれ、悪をくじき弱者を救うという信念は感じるよ。お前の主張と似ているか？そうだな。否定はしない。いや、それだけじゃないな。きっと彼らは若者だ。おおおおお、鋭っ。それも世の中の理不尽に苦しんだ経験がある、そんな若者たちだって気がするよ。ただただ目の前にいる巨大な社会悪に後先考えず立ち向かう、勇ましくも哀れってところかな。スキャンダルで潰された元議員、その自分を怪盗団に重ねると。これが今日の本題か。まさか党の選挙区割り当てがほぼほぼ固まってな。それで目玉候補の一人がこの区で出る。選対の結論だ。つまりダメトラさんが不利ってことですか？お前に勝ち目はない。議員を諦めろと。周りくどいのやめて一言で言うぞ。出馬やめて俺のセコンドになれ。はあ、なるほど。ただでとは言わん、党に戻る道筋はつけてやる。それと党費が消えた不正流用の真相徹底的に調べ上げてやってもいい。なんと、なんかいい話じゃない。普通に松下いいやつだな。雪辱を果たせる上に前科者の汚名をすすげる。今後の人生を考えたら悪い話じゃないはずだ。俺だったら2つ返事と OK する。第一秘書君からもよろしく頼む。あ、第一秘書君か。俺のことね。おそらく裏がある。本当に有望と思ってるならそもそも出馬の機会を潰すまい。おお、なるほどね。私を利用するつもりだろう。この世界ではよくある駆け引きだよ。佐藤君ならこういう時どうする？話に乗っちゃうな俺。でもまあ成り行きに任せる。いや、これはちょっと芯がねえな。話に乗りますよ。確かにお目安すぎたい。だがな。ありがとう。ああ、いい笑顔。率直な意見ありがとう。安心してくれ。街頭演説はやめる気はないよ。何より私が君と話したいからね。君の意見はいつも斬新で新鮮で楽しい。まるで世界が新しくなったような気がするんだよ。なるほど。このコープの結末はどうなるんだろうな。なんか毎週ちゃんと言ってるから一番コープランク高えな。よしよし、今日はここで解散にしよう。付き合わせて悪かったね。またよろしく頼むよ。お会計はもちろんおごり。ありがとうございます。今日はわざわざ付き合ってもらって悪かったね。君にもいつか今日のような日が来ると思うから先に話しておこうかな。ああいう駆け引きは正しく根幹を 見定なければならない。提示された可能性をリスクと見るかチャンスと捉えるか。君にもきっと選択の時が来るだろう。その時大事なのは自分を見失わないことだよ。いいこと言うな。説得力があるな。ああ、かつての私がそうだったからね。いいかい、周りの意見に振り回されて決して信念を見失ってはいけないよ。といかんいかん、思わず熱が入ってしまったな。なるほど。毎週日曜日は楽しみだからな、ダメトラとの交流が。お、あ、これもなんかコメント欄で教えていただいたんですけど、まあこの本って、まあここに2って書いてあったら2週、まあ2回か、2回分読まないと完読できないじゃないですか。けどなんか図書室にある速読の本を読むと、これがなんか一発でね読めるようになるらしいので、ちょっと図書室今度行きたいですね。じゃあ今日は、人気スイーツでも堪能するか、一回で読めるし。肉まんだけじゃない、中華街の魅力新発見。お？
あ、元町中華街ね。これは実際にもあるところですね。写真から活気が伝わってくるぜ。高級食材を使った本格中華に、小籠包に代表される食べ歩き風とか、誰かと食べ歩きしたら楽しめそうな場所だな。またデートスポット見つけてしまったぜ。デートする相手いねえけど。へー、あ、増えた。渋谷から元町中華街には東横線を使って1本ですね。説明しよう。日本最大のチャイナタウン、中華料理店が、軒を連ねるグルメの街。4000年の歴史を知る、異文化の街並みを歩き、中華雑貨店で土産物を探したり、露店での食べ歩きも楽しいと。僕も2回くらい行ったことありますね。あの横浜スタジアムでベイスターズの試合を見た帰りですね。よしよし、今度誰かを誘って元町中華街に出かけようぜ。そろそろちょっとパレス進めんとやべえだ。あ、ちょうど。そういえばもう7月ね。梅雨もやだけど、明けたら明けたで暑いし、こっちの夏はジメジメしてるのがネックね。カリフォルニア、間違えた、カリフォルニアの乾いた太陽が恋しいわ。しかも7月も8月もしっかり31日まで、あって、夏って長いのよね。じゃあミスターサート、はい、7月と8月が31日までになった原因の人物2人いるんだけど、わかるかしら。知らない。何それ。え、アフロディーテとマルス、ちょっと聞いたことねえな。ユリウスとアウグスティス、これはなんか世界史でなんか聞いたことあるけど、まあ秀吉と家康ではまずないだろ。まあなんかでもマルスってなんか天文学とかにいなかったっけ。でもユリウスもいた気がするな。どっちだろう。でもアフロディーテって名前ちょっとなんか嫌だな。こっちからどう。あ、やった、当たった。グレート正解よ。7月と8月を英語で言うとジュライとオーガストでしょ。それとローマ皇帝ユリウスとアウグストゥスから来てるっていうのは有名ね。へえ、知らなかった。ユリウスと同じように月に自分の名前をつけたアウドストゥス、アウドストゥス。でも自分の月がユリウスより短いのは負けた気がするって1日付け加えちゃったの。なるほど。こんなくだらないことで意地張るんだから、男のプライドって謎よね。ね、今の分かった。私全然分からなかった。佐藤君すごい。なんか佐藤君とお友達になりたいって言ってたとか言ってなかったとか。よし、あとは優しさと魅力だな。もう3まであげたいですね。ま、あなたたちしてみればロングバケーションでラッキー。でもその場合にテストがあるわね。あー、またテストあんだか。でも俺今教養深めてるから大丈夫っしょ。13日からね。いいか。うん、まあその頃にはまあ今回のパレスも終わってることでしょう。うん、パレスそろそろマジで行った方がいいですね。期限覚えてるって、うん、催促されてますね。じゃあパレス行くか。はあ、ただいま。準備 OK？ それじゃあ行くよ。じゃあ、ああそうだよね、前回このめちゃくちゃ広いところまで行ったんですよね。お、これ足蹴りポイントなんじゃないの。行け。よし。よし。な、これは壊せないの。金色だし貯金箱だし、本当にお金のことしか考えてないんでしょ。宝箱。宝玉か。これは何だろう。制御端末じゃん。おお。ジョーカー。どうやらここの設備を制御する場所のようね。誰か操作できないかしら。ん？お、これで先に進める？やった。お、そりゃそうだよな。制御端末なんて触ってたらみんな気づくよな。ネズミが館内 最下層に侵入した模様。各員一層の警戒を持って業務に当たれ。特にこれ以上の侵入を防ぐためにも金の豚の警備は絶対に緩めるなよって言ってる割には一人しかいなかったけど警備。これのことでしょ。おいおい、すげえ気合入ってんな。
絶対に侵入させるなと言っていた場所だ。彼氏らも危機感を感じているんだろうな。気づいたか、今の金の豚ってそこにあるやつじゃね。ねえ、警備しろとか言ってるし怪しくねえか。破り取られたページ1。これって、あ、 P は1ってことね。へえ、 P イコール I、 またまた別の暗号ですね。さっきの手帳の切れ端か。 OK、じゃあ先に進むか。いい感じ。決まったな。かっこいい、ユウスケ。よし、干渉ね。まあ、この辺の赤外線は切ったから、ここはまだいけないのか。うん、うん、反対側にあると。あ、これまた暗証番号か、うん、REAP、 収穫とか借り入れって意味だけど、人間が ATM に見えるようなやつだ。金集めを収穫って考えてんだろ。見にくい。金しろより言えば金稼ぎというわけか。とことん腐ってるな。さっきと同じなら、こちらもこれもヒントを使えば数字になるのかな。手持ちのヒントちょっと忘れたから確認しとくか。RC は0で I が1で H が2か。 RC は0ね。RC が0だから0121と。リッチだね。なんか普通にミスってただただ恥ずかしい思いしたな。あ、てかまだあれだな、 E が何なのかが分かんないから、まだこの暗証番号解けねえな。ってことはこの先になんかあんじゃねえの。どこかに。かなり余裕だったわね。感じるぞ。あ、ここ上に登って、まあ向こう側にこれ行くだけだよね。宝箱発見だ。あ、と思ったらこんなところに宝箱が。黒い模擬銃、これは装備できるかな。あ、なるほど、他の形に変質するやつなんだね、これ専用と。じゃあこの先か。ん、なんかこれだけ色ちげえな。あ、またヒントあるんじゃないの、ここに。やったー。あ、なるほど、 E が9で A が3ね。これでさっきのところがいけるんじゃないの。よし、おさらいしよう。ここに書いてあるのはリープだったから REAP ね。うん、 REAP なので、まず R が0で P が1、0931だね。 OK、 31、これでどうだ。よっしゃー、これで先に進めると。おお、うん、うん、金庫が開きましたね。今月のノルマ足りてねえじゃねえか。言い訳はいい、さっさと稼いでこい。この声はまたか。知らないなら教えてやる。金稼げねえ人間に価値なんてねえんだ。歪んでる。命よりお金が大事って心の底から思ってるようね、哀れな男。行こうぜ。とっとと決着つけてやる。ロック開いたんだろ、確かめに行こうぜ。金庫まで一気に行っちゃう。あ、このシステム便利。特に俺みたいな方向音痴の人はね、迷っちゃうんでね。よし、開いてる開いてる。これで2つ目、あといくつあるのかしら。まあ進んでみりゃ分かることさ。次行くぜ。この先か。まあでも見た限りだと結構あるよね。今2でしょ、3、4、あと2つぐらいなんか開けなきゃいけなさそう。またここも、あ、ちょっとだけ広いな。おお、宝箱だ。ん、これこそ怪盗の醍醐味。あそこか。相変わらずこいつら宝箱の発見速度えぐいな。正体を見せろ。さて、この程度俺一人で十分だったな。感じるぞ。
あ、ここ登れるのか。向こうにジャンプ、あ、できねえ。ここでジャンプできる、 OK。 そろそろね、また3つ目の石がありそうとか言ったら、なんかあの奥ありそうじゃない？宝箱じゃん、ラッキー。本当だ。よし、鍵付き。うん、キーピック10個あるからね。いつ見ても可愛いな。え、金色プレートキャリア、何それ、なんか強そうなやつ。あ、ユースケは上がるのか。で、ここで足蹴りポイント。あ、下のやつがこれで消えるのね。この先は行けなさそう。この扉、今までのと違う感じ、すごい金色。ふぶ、確かに変な豚も置いてあるし、ちょっと調べた方が良さそうだな。おはようございます。こちらは金城銀行従業員専用口です。ご利用の方はカードキーのご提示と1万円お支払いください。リアルマネー。カードキーが必要になるのはわかるけど、金も取るのかよ、しかも高え。なるほどな。金処理にしてみれば部下すらも接種の対象というわけか。利用すれば多少楽できるでしょうけど、金額に見合う結果が得られるとは思えないわね。どうする？え、支払おう。いいよ、金でなんとかなるんだったら解決してやろう。やった、開いた。お、またここで OK、 破り取られたページね。 U イコール A。 で、足蹴りポイント。で、次はここか。今度の A、フゲヒュージね。ダッツの莫大なとかって意味。これも数字になるんだろうな。手元のヒントで解けるといいが。研ぎすません。まあ、この先でしょうね。足蹴り。足蹴りポイント。お、これで次のとこいけるかな？ん？ G イコール P。まず H は2で、 U は A、 2AA GE でしょ。 G は P、 2AP で E だから 2APQ。 よし。これできるはず。あの、ね、ちょっと忘れないうちに早く2、あれ A は、あ、そっか、また A が何かっていうのをやらないといけないのか。ちょっとどう、よっしゃー。頭使うな。もういいよ。もうこの謎解き飽きたからさ、もう早く、うん、先に進みましょう。俺はもっとビッグになるんだ。今度はなんだ、大きくならねえともっと大きいやつに負ける。惨めに踏みつぶされるのはごめんだ。許せ。疲
救いがたいな。自分が踏み潰す側のことは考えないらしい。やっぱり見過ごすわけにはいかないわ。先に進みましょう。うん、生きてみましょう。で、そろそろさ、よっしゃ、うん、今確信した？どうした？このフロア全体が鍵のシリンダーなのよ。あー、なるほど。シリンダー？ごめん、もうちょい分かりやすく鍵の形が正しいかどうかを判定する仕組みのことよ。正しい鍵を使って中のディスクが全て同じ向きに揃うと鍵が開くの。確かに金庫が回転して通路が同じ向きに揃いつつあるな。確かに。まさかこのフロアそのものが巨大な一つのロックだって言いたいのか？そういうこと。周囲の無数にある金庫は重要じゃない。この部屋そのものによって施錠されてる。さらに奥のエリアがあるはずだよ。お宝はそこってわけだな。行こうぜ。どこかに。とは言ったもの、なんかあいつ見てんな。あいつなんか強いやつじゃなかったっけ。マジ倒すしかなさそうだろ。なんかまたあいつかよ。あいつの後ろ、あれはゲートを開くスイッチを守っているのか。うん、行きましょう。こいつを倒せば奥に進めると。お前らがネズミらしいな。金城様からこれより先には決して進ませるなと仰せつかっている。それを言うことでこの先がより重要なことだっていうのを俺らに教えてくれてる。優しいおとなしく死んでおけ。あ、え、めっちゃ怖っ。何こいつ。あ、でも馬だ馬面以外はめっちゃかっこいいんだけどな、ビジュアル。ただの馬だったわ。レベル26ね。まあ交流的にはね、しっかりと状態異常かけていきましょう。マハコーガとかなんか効きそうだけど、やっぱり効いたわ。なんかおぞましい見た目してんもんな。なかなかの大ダメージ。レイズスラッシュテクニカルやばい、何もさせなかった完封勝利今日はユウスケのこれよく見るな。かっこいい。なんか最後のセリフとかも特に用意してないのねあれ、こいつはパスワードじゃねえのか。だからシャドウが守ってたのかもね。鍵とかは必要なさそうだけど、左右にスイッチがあるわね。守っていたからには意味があるんだろ。触ってみようぜ。え、じゃあ右。あ、これあれか、シリンダーだから。あー、はい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 、そういうことね。これをなんか何回かやってまっすぐにしろとかそういうこと俺そういうの苦手だよジョーカー、スイッチ押す。つまりこれは左だった。あ、お、あ、なるほど。行くぞ。え、石の気配が近いのここで。いや、石も大事だけど。どうやら、じゃあ左。あ、また守ってんじゃん。どうしたものか。え、やばそうなの？ってことはこの先なんか石ありそうだな。どうだ？うん、行こう。この場所を見てしまったが最後、もうお前らに未来はない。あ、でかかわいいワンコ、お手ライオンかな。まあなんかもう何も怖くないんだよな。なんかこういうことをしてればいいんでしょう、多分。うんなんか完封処理できちゃうんだよな。マハ効果とか効くかな。
まあアギラを使ってみるか。あ、アギ系はダメなのね。ってことはマハブフは弱点なんじゃないの、もしかして。やっぱりそりゃそうなるよね。アギラオが吸収してるってことはそういうことでしょう。で、また忘却状態にしといて、あ、ミスってんじゃねえよ。まあ激怒してんじゃん。でもまあもうブス系が弱いってのが分かったんでね、あとはこれの繰り返しですよ。いけー。で、アギラウはダメだったから、まあユウスケをアタッカーにするのに攻撃力をアップと。で、マハブフ、あー楽しい。いやー、このペルソナのシステム面白いよな、戦闘スタイル。やべ、おめっちゃ攻撃力強い。マハラギオ、じゃあこれでとどめかな。あ、あとちょっと。じゃあ最後は総攻撃で終わりと。あーら、やったー。あー、かっこいい。レベルアップ。お、ニュースキル。あ、ガルーラね。これは絶対必要ですね。ガルはいらないですね。よし、あったあった、石石。人から奪い続けてきた金城から、うん、私たちが石を奪う。因果ね。なんかいいこと言ってる。よっしゃー、これで金城パレスも石を3つゲットと。相変わらず興味なさそうな顔してんな。やったねー。暴食の結晶、よし、これも石ゲット。うん、コンプリート。このパレスはコンプリートだ。これも早くジョゼに見せに行きたい。どんな能力なんだろう。あ、マハラクカジャ。え、マハラクカジャってめっちゃ強くない？これ確か。ラクカジャってなんだっけ？防御力上げるとかだっけ？それを全体でできんじゃないの？うわ、最強。はい、ということで、今回はここまでにしとこうかな。うん、次回はね、なんかもうそろそろ、金城のお宝のところまでルート確保できそうなので、次回は一気に行っちゃいたいなと思います。では、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。では、バイバーイ。